る秋の謎を解け。ミラクルと四子さんの大冒険。ある日、オーナーの四子さんとロボボンのミラクルは、秋の日差しの中でお出かけを楽しんでいました。ミラクルはお出かけ好きで、いつも新しい場所を探索しています。四子さん、今日はどんな冒険が待っているかな？ミラクルはワクワクしながら尋ねます。そうね、ミラクル。今日は秋の謎を解いてみたくない？四子さんはにっこり笑いながら答えます。二人はまず公園へ向かいました。公園では紅葉が始まり、木々が美しい色に染まっていました。ねえ、ミラクル。この木の葉っぱ、なぜ色づくんだろう？四子さんは首をかしげます。ミラクルは考え込みながら答えます。もしかしたら、木の葉っぱたちは秋になると退屈してきたから、自分たちで色を変えて楽しくなるのかもしれないだよ。二人は納得し、次の場所へ向かいました。町の広場で不思議な音を聞きました。あれは何だろう？四子さんは興味津々です。ミラクルは驚きながら答えます。四子さん、きっと地下に隠れた音楽家がいるんだよ。私たちも隠れて探してみよう。二人はバラバラに探し始めましたが、音楽家の姿は見つかりませんでした。しかし、二人の探し方が音楽のヒントになることに気づきました。最後に、二人は図書館に立ち寄りました。図書館は静かで落ち着いた雰囲気があります。ミラクル、この本には何が書いてあるんだろう？四子さんは興味津々で本を開きます。ミラクルは真剣な表情で答えます。四子さん、この本には秋の謎が書いてあるかもしれないよ。一緒に解いてみましょう。ミラクルと四子さんは一冊の本に集中しました。秋の謎を解くためにページをめくり、考えを巡らせます。すると、最後のページには、秋の謎の答えは、心が感じる美しい景色の中にあると書かれていました。四子さん、これは私たち自身が秋の謎を解くことなんだよ。感じることが大切なんだね。ミラクルは喜びながら言います。二人は感慨深い気持ちで図書館を後にし、秋の景色を堪能しながら家に帰りました。このように、オーナーの四子さんとロボボンのミラクルは秋の謎を解く冒険を楽しんでいました。秋の美しい自然や不思議な出来事を通じて、二人は心の豊かさを感じ、絆を深めるのでした。おしまい。どう？うまくできてたかな？はい。お疲れ様。